いつも夜袋が動く音がする。彼女はゴキブリとかネズミが嫌いだから耳を塞いでいた。新居はどうやらそれらが多いらしく、毎晩それは動いている。ネズミ捕りも設置したが何も取れなかった。しかしザザッザッという音は日に日に大きくなり、彼女は部屋に置けるすべてのビニール袋を処分した。それなのに、処分したその晩、彼女は赤ん坊の泣き声で目を覚ました。どういうことよ、すぐ近くで泣いている。このアパートに子供なんていないはず。彼女は声のする方に顔を向けた。赤く染まったビニール袋から赤ん坊がぬめりと出てくる瞬間だった。